熟練の職人によって生み出されるジャパンメイドのクオリティ。そのサドルは競輪選手の仕事道具として究極まで研ぎ澄まされている。伝統の継承と未来への進化、日本で唯一のサドル専門メーカー鹿島サドルの製品をご紹介します。昭和11年より3代にわたって引き継がれてきた鹿島サドル製作所は今年で創業75年。競輪用サドルとして唯一 NJS の認定を受けているファイブゴールドや往年の名品を復刻したエアローなど、競輪選手のみならず国内外のピストフリークたちから絶大な信頼を受けている製品群は、大阪府松原市の工場で熟練の職人によってハンドメイドされている。見るからに年季の入った金型や工具類は、現代表取締役社長である鹿島英二郎が幼少の頃から使われてきたものがほとんどである。それでは代表的な製造過程を見てみよう。ベースに使うナイロン樹脂は長い試行錯誤を経て現在のマテリアルへとたどり着いた。強度と長期間の耐久性、見た目の質感にまでこだわってテストを繰り返し、特に長く使っていただけるような素材を目指して改良してきたこだわりの一品である。クッションが貼り付けられた樹脂ベースを手作業で削る。段差をなくし、最終的に仕上がりとなるフォルムをグラインダーで削り出す大胆かつ綿密な作業である。熱を加えたベースにトップカバーを貼り付ける作業。カラフルなカバーが圧着され、サドルとしての命が吹き込まれていく。カシマックスの特徴の一つに、トップカバーの固定に秒打ちを使わないことが挙げられる。折り返し部は特に丁寧にペンチを使って整えられる。折り返し部をさらに圧着する。遡ること数十年前からすでにこの機械が使われていた。競輪で使うことのできる唯一のサドルとして NJS の認定を受けているモデルが5ゴールドである。初代経営者であった鹿島金吾の金吾から5ゴールドと名付けられたサドルは、準競技用として国内の競輪選手にとどまらず、海外における競輪競技の選手たちからも絶大な信頼と支持を受けている。5ゴールド FGTI5P NJS 認定の準競技用サドル、競輪用のサドルとして不動の地位を築いてきた5ゴールドシリーズ。これはレールにチタン素材を採用したモデル。5ゴールド FG8P AE 適度なクッションを使用したモデル。トップカバー中央には刺繍が入っている。5ゴールド FG7P クッションのないベースに幅30ミリのレールを採用した最もスリムなモデル。中野浩一氏もこのタイプを愛用した。5ゴールド 4P 5ゴールドシリーズ中最も一般に普及しているモデル。クッションはなし、43ミリ幅のレールを使用するスタンダードモデル。競輪で使用できる唯一のサドルである5ゴールド。検車場を見渡せば選手の相棒として長年使い込まれたサドルを見ることができる。競輪競技で使われるサドルとして極限の使用環境であっても素晴らしい耐久性を誇り愛用されている。守らなければならない伝統的なサドル5ゴールドがある一方で、2008年に倉庫から発見されたサドルを復刻し大ヒットしたのがエアロシリーズだ。完全受注生産で製作されるエアロシリーズは製作過程に若干の違いはあるものの、
手作りサドルとしてのクオリティは5ゴールドシリーズと同等である。7色のベースとフレームを組み合わせることにより多くのカラーバリエーションを可能としたエアロシリーズ。ハンドルやステムといったアルミパーツとのカラーコーディネートをお楽しみください。エアロ AX4A。 2008年に会社倉庫で発見された古いサドル、これを復刻し現代によみがえらせたのがエアロシリーズだ。適度にクッションを入れ、受注生産による豊富なカラーオーダーを展開。さらに国内外でのピストやバイクポロのブームにも後押しされ大ブレイクした。カシマックス、長さは NK1AE。 2009年に企画され発売まで1年を要した長沢レーシングサイクルとのコラボレーションモデル。 4P のベースをカットしクッションを使用している。自転車好きで知られるポール・スミス氏とのコラボレーションにより誕生したエアロモデル、自転車業界を飛び越えて大きな反響を呼んだ。クッションを採用したモデルでさえ最初はその硬さに驚くかもしれないが、そこは準競技モデルがベースとなっているカシマサドルの宿命。豊富なカラーチャートからぜひあなただけのサドルを手にしてみてください。カシマサドルは大阪松原市の工場で一つ一つ手作りされている。製造工程は昔ながらの手作業が大半を占め、そのすべてに職人の経験と技術が生かされている。カシマサドルはその品質において絶対の自信を持って出荷されている。